そうですね、勝ててないので、まあ、今苦しい状況ですけど、まあ勝てるようにみんなで、練習集中して取り組めてると思うので、はい、次は勝ちたいと思います。まあ、前半戦とかは、まあ、うまく戦えてたかなって思うんですけど、まあ、後半戦になって、まあ、チームも勝ててないですし、まあ、最近の試合ではあまり手応えは感じてないです。結構サイド攻撃、レジーナーサイド攻撃なんですけど、そこを対策された時に、まあ、もっと周りを使いながらもっとうまく崩せていけたらいいかなと思います。やっぱり得点のとこなんで、もっと積極的にシュートを打っていいと思いますし、そうですね、前のコンビネーションをもっと増やして、はい、得点を多く取れるようにしたいです。まあ、残りの試合のまだあるので、全部勝つ気持ちでいきたいのと、まあ、個人的には3点は取りたいと思います。